さ。だから別日が休日になりますよ。え、これ子ちゃんじゃなくて。全然子ちゃんじゃないよ。子ちゃんやと俺こんなテンション感じゃないから。そうだ、確かに。ダラ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 してる、ダラダラしてるから下手したら喋らない。今日は何、今日は殺撃。まあそんなことだなと思ってた。はい、あいつおらん。そうですよ、今日はそのいない彼のお家に休日突撃したいと思います。できんと思うでしょ。昨日私夜な夜なお家の鍵パフッと言いました。お前もうプライバシーかけるもないやん。ということで本日はですね、このあらかじめ前日にパクっといたこのあいつんちの家の鍵、これでこじ開けて侵入していこうと思います。はい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 。まあ正直休日なんで、もしかしたらこの時間帯出かけに行っている可能性もあるけれど、まあ一回突撃しておったらおったらなんかもうボコボコにして、おらんかったらおらんかったら家具ボコボコにして帰ってありましょうって。賛成賛成賛成。さあということで早速休日ね、リーダーのお家に突撃してみよう。はい、ということでリーダーのお家に到着いたしましたと、はい、まあ、正直いるかわからないんですけれども、とりあえず潜入していきたいと思います。はい、いた瞬間頭からやで、まあ、頭からつま先移動り溝行くし、あはは、稲妻、俺らが、そう俺らが、ね、流すの、ね、俺膝で前歯行くわ。一番折れんね。休日突撃していきたいと思います。行きます。あれあれ、開いてるよ。え、開いてんの。開いてた。おるかもしれん。逆なんじゃん。しじゃあ行きます。うん、カカ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 、電気ついてる。カカ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 、いた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 、いました。何やねん、何やねん、おっことぬしみたいな。なんか何してんの。だからこっちが聞きたいわ。でこっちこっちが聞きたいのよ。ちょ待って、鍵はどうやって入ったん。お前持ってねえんだよ俺は。まあまあ、一旦リビング行きましょう。いやいや、無理なんで。え、ちょ、ここだ、そう。怪しい、怪しい。じゃあ、なんもないよ。怪しい人発見、グレネードランチャー。聞いてる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 。もうええせ、1年前やったやん、同じやつ。いや、まあまあ、やったけど。したっけ、そんなこと。やったよ。ケイスケがカレー作ったんや。そうや。あ、そうや、そうや、そうや。で、あの、十人逃げが出てきて。あー、そうだ、あの伝説の動画や。じゃあ、見て。あ、じゃあもう余計に感動した。そうやね、そうやね、なんか T シャツ白やね。あ、しかもマルニア。いやらせです、だから。いつも黄色着てるのに、プライベート。じゃあ、クローゼット見れ。クローゼットね。クローゼット見れ。じゃあ、とりあえず一回入ります。じゃあ、俺、使う。あー、お酒飲んだ後はね。じゃあちょっと一旦ここで企画変更します。お、突撃なんですけども、はい、二日酔いのリーダーをいたわってあげよう。あ、ガチャもぎっくり腰の時いたわってもらったし、まあ、そうお返してなあかんのちゃう。帰ってこい。よかったな、でもちょうどいいタイミングで帰れ、ね、ほんまに。でもちょっとそこ取れないと。取れない、グレネードランチャーいたな。グレネードランチャー、グレネードランチャー、シュコシュコボーン。これね、カボディ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 カゼルダやってんのよ今。あ、ゼルダやってんの。ゼルダやってんの。トレンドに忠実じゃん。ゼルダやってんの。どうかしらお兄ちゃん。ゼルダやってるんだ。絶対休日してんじゃん。ゼルダやってたぞ。二日目のケイスケをいたわってあげよう。無理。よし。いいね。じゃあ、ヒロト飯。もういいって、ヒロト。今日は腕によりをかけよう。こいつ以外でいいやん、もうそれでいい。違う、いつも、いや、いつもじゃあ。いやいやいや、そんな作れないって。やっぱヒロトがやっとかないとあかんね。今日こそ、アジアの屋台風なんとかを完璧にしよう。東南アジアの屋台風にしよう。リクエストしていいじゃん、作ってほしいもん。あ、いいですよ。ポトフ。あー、来た。ポトフか。東南アジアのやつや。あ、マジいける。ほんまに変なん作んない。屋台風煮込みや。親戚人みたいなもんやから。ポトフと。じゃあ作るわ。じゃあ作るよ。よし、だるいな。よし、で一人で作る。じゃあ、あのクッキングのさ、あ、
ケース通じてね。やばい、大事なとこ見逃した俺一番前やって見たかったんやけど。ちゃんと持ってきてた。頭痛い、頭痛い、頭痛い、頭痛い。はい、ヒロ、はい、やらんで、どこどこに入るの、ケースか、早く早く、いいから、はい、3、2、1、やって、なんか後ろにやってる。もうええから。なんやかんや言って、ちゃんとカメラのアングル決めたの彼ですから。うまいな、さすがこの画角でいい。ガチャも入るけど、足りるかどうか。ちょっと狭いかもな。俺はこうやってやったらちょっと溢れちゃうじゃない、これ。どう？右手が入ってないの？通常これやね、俺ほんま。じゃあ、じゃがいも得意な人。あ、じゃあじゃがいもヒロ担当して。じゃがいもが一番めんどくさい。あ、じゃあヒロとの指示通りに動くから。あ、そうしよう。じゃあ長いから、ヒロとが指示して。あやつって、あやつって。第1部隊ファンク。はい。あなたはキャベツ。ありがとうございます。第2部隊ガチャマ。はい。あなたは玉ねぎ。はい。第3部隊シマグロ。はい。あなたは人参。おいんがちゃん。僕はじゃがいも。日々さ、高速包丁切り やっとってやな。キャベツは、うん、いいよ。なまだあるわけないやろ。あんねん、いくで。はい。うわ、やばい、見えへん、汚れる、残像だ、やばい、おいおい、やばい、もう手が、もう残像の手の量がもう千手観音。洗った水、ほら、もう動画見返してくれれば分かるわ。めちゃくちゃついてる。じゃあこれ鍋ぶっこもわ、先。よし、いやでもこれぐらいの大きさで正味一番うまいよ。ポトフさんやったらちゃんと作って、ちゃんと作るんだったらヒロとかやった方がいいんだよ、最初から最後。そうやん、カメラ映らんねんが、手前のやつでやりや、コンロ油いんちゃう、サランラップみたいな。あや、さあ続いてどうする、玉ねぎ。誰だ、玉ねぎ、はいはいはい、はい、これさ、じゃがいも時間かかるから横でさ、剥いとこうかな、そっちの方がいい。ああ、そうだね、そうすれば。うん、そうしとこう。こうガッツリでいいぞ。ね、スープやし、トムちゃんはゼロ生活の株みたいになるから。入れてもいい、いや、ちょっとする。おい、これいい、よし、おかしい、玉ねぎ完成。なんか怒ってるわ。何これ、玉ねぎ芯入ってるやん。オッケー、オッケー。で、目ちゃんと取った。取ったよ、目取った、取ったよ、目取ったな、目取った。目は取ったな。サムネ作ってんねん。ほら、目は取ったな。な、完全に向けてるし。ちょっと綺麗やね。見本見してもらっていいんちゃう。皮あれや。見本見してもらっていいんちゃう。皮。今気づいた。皮。お前目ばっかりして。皮気づいてなかった。ちょっと長めの箸一回ケースケーでもらっていい。オッケー。ケースケー、長めの箸もらっていいか。お前猫の手。猫の手すんだよ、お前。じゃがいもチンしたほんで。仕方しよう。仕方するゲーム始めよう。用意した。お前やな。用意した。甘っ。マヨネーズあったら超うまいじゃん。マヨネーズなんで揚げ物。薄い方がうまそうじゃない？ちょっと食感があるけど。マジで薄いって。あ、絶対うまい、これ。デブ。これはウサギも好きだろう。で、これを煮詰めてコンソメ入れて終わりか。終わり。どんなもんやろな。2個ぐらい。いや、3でもいいよ。3でもいいよ。とりあえず2でいって。あ、一回2で。3でもいいよ。結構濃い味だから。濃い味じゃない。25。25で塩分型で血管詰まってもらおうか。うまそう。え、匂い、匂いやな。色合いが完璧。スプーン取ってくれ。スプーン取ってくれ。これ野菜の味エグジ多分。なあ、甘そう。優しい味。優しい。あと2いけるんちゃう。塩コショウとか入れた方がいいんちゃう。塩コショウは別にいらないですか。いや、あってもいいかな。ああ、じゃあ入れときますか。粗挽きの、粗挽きの、うわ、うまそう。こんなんソーセージ絶対うまいやん。ソーセージで茹でた方が美味しいですから。茹で焼きが一番うまい。うん、端うまいから。おでんとかマジうまいもん。うまい、うまい。おでんが一番うまいね。それもあの身がパーンって弾けてないウインナーの茹でが成功したバージョンが一番うまい。動画で使える特性。うまそう。どう、味。あ、うまっ。え、待って、もう一回涙が来た。やばい、なんか久々に優しいの。うまっ。
うんまっ。うっそ、えぐい。これ 何してんの今何してた。今も始めた。あ、うお、濃厚マジで。やばいっしょ。えぐいマジで。これ濃厚って何。これは中古ちゃう。うわー、これ中古やわ。中古やな。何中古って。中古やから。うわー、来た。お前らさ、汚いな。おい、お前さ、間違えて。消毒、消毒してね。シャフトシャフト、やべえろや。じゃあちょっと火が届いて、俺もそろそろ湯切りするから。おお、ええ、おい、お前はさ、何回つまみ食いしてんの。違うって、量を減らさないと具沢山になりすぎてるから食べてんねん、代わりに。あの、ちょうどいい塩梅を今、調整してくれてんねんや、実際に食べて。ちょっとさ、スプーン取って。汁ちょっと、あー、いいよ。隠してさ、おいしそう、おいしそう、おいしそう。ちょっとや、混ぜやすくすね。こぼれとるから、いっぱい。出てこっか。しまくるよ、お前。これ渡してきた、ひろくが悪い。あ、これスプーンじゃないの。はい、ひろく。おい、ごめん、担々麺あんま好きちゃうね。ちなみに言っていい、俺も担々麺そんな好きちゃうね。これだから、あの、サランラップしてケースに後で。あ、そうです、あとでケイスケがレンチンして美味しくいただきました。しっかり密閉密閉して、密閉密閉で冷蔵に入れて、はい。はい、完成。ちょうど完成したということで盛り付けていきましょうか。はいよ、はいよ、はい、誰か盛り付け担当。はい、よいしょ。無理やろ、洗い物増えるからやめろ。水でやったらもう終わりやろ。はよ、よそえ。現場で一番不器用。何してんねん。何してんねん。何してんねん。誰が洗い物するんですか。準備させたらいいんちゃう、全員で。じゃあ行くで。洗い物しよう。そうやな。もうこれ決定な。一番支えたやつが洗い物担当。せーの、せーで。あ、あ、あ、でも待って。4日か。4日。民主主義やから。イエス、僕で。いただきます。この語尾、はい、俺今のじゃ許せません。気に食わない、だって作ってもらってる側やもん。いただきます。お、お、マジでうまいやつだった。うまい、想像以上にうまい。ああ、やった。うまいわ。ほら、二日焼き食う。染みそうや。これ染みるな。五臓六腑、染み渡るで。キャベツさん行きました。甘みがすごいから。甘い。ソーセージ、ソーセージさんを一口パクリ。あら、うまい。一回この人参食ってみるよ。多分ちょっと騙されたと思ってな。うわ、もう待って、これ誰かかじってない。違う、いや、なんかデザインカットになっちゃってて、やらかすぎて。え、お前誰もマジでかじってない。俺の知る限り。ほら、食えるな。まあまあ。使いに効きそうやわ。やろ、やろ、これはええな。うまい。来ました。満点オーマイが生まれました。嬉しい。満点オーマイも自ら行っちゃう。ほら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 、人事以外で行けちゃうね。もうそろそろ上映が勝つ。何もしてないねんけど。はーい、はい、はい、いい企画やったな。いや、いい企画やった。いや、おもろったな。毎週したいね、これ。いいよ。そうやな。じゃあ、ということで、まあ、二日やりのケイスケをいたわってあげようということで、任務完了ということで。よし、完了。じゃあ、みんな2本指で。もう平日な、次は。90。いや、じゃあ、それをほんまに頼もう。さて、次は誰の家に行こうかな。でも、集まんないよ、休日にやるんだよ。もう、徴収されたから。じゃあ、俺ソロでツッコミに行きます。あっ、おお、ヤバすぎて食らうからチャンネル登録するよ。
者ゴー。ラストワールドライブ時代を変えるために今アクションやげよう。12345動画再生数急上昇。難問ばかりのダンジョンみたいな関門抜ければ感動。折れない心を持つのがマスト。 S4R のインパクト。